日本ユニバーサル航空株式会社は、かつて存在した日本航空グループの国内、貨物航空会社である。英文名称は、ジャパンユニバーサルシステムトランスポート CO、リミテッドで、略称は j ャ s t 航空会社コードは i a t a にレターコードが UICAO3 レターコードが JST だった。現在は生産されている。 1991年1月10日に日本航空の子会社として設立され、当初からヤマト運輸、日本通運も資本参加していた。本社があった第二鉄工ビルは当時日本航空の東京支店が入居していたビルで、そこに曲がりする形をとっていた。同年日本航空からボーイング747の200回行きをリース導入し、フルカラー塗装とした。 そして同年10月16日に、羽田新地とセカンの不定期貨物便の運行を開始し、翌月11月26日には、名古屋から新地とセカンの運行を開始した。しかし、羽田空港の発着枠不足で、多数の便を運行することができず、またバブル崩壊で、景気交代に陥ったことなどから1年ほどで、運行停止に追い込まれた。 ボーイング747から200回フルカラー塗装された JA8160 の垂直尾翼にはシンボルマークのクジラが描かれていた。このクジラは IATA にレターコードの U から U ちゃんの愛称があった。運行停止後もしばらくの間はこの塗装で JAL の貨物便に就航していた。この JA8160 は ジャルハイノキの機体ではなく、1982年にパンアメリカン航空から購入したものである。そのため同期のモデルネームは747から221回となっている。パンナムがこの時、貨物輸送事業から撤退に伴う放出のタイミングでジャルが中古機として導入した。なお、JA8160 は2007年9月に退役しており、 その後アメリカの貨物航空会社、カリッタエアに転売された。ありがとうございます。